ロジーさん、どうしたんですか？ああ、ソフィーか。いや、実はそろそろ新しい武器を作ろうと思っているんだ。新しい武器？はあ、楽しみです。どんな武器なんですか？ほら、前に話しただろ、人に旅をさせるための武器さ。誰でも使えるようなのですよね。いよいよ夢の武器を作るんですか？いや、それがそう簡単な話じゃないんだ。誰でも使えるような武器なんて言葉で言えば単純だが、実際に撃つとなると難しい。子供からお年寄りまで使える武器となると、当然軽くなくてはいけないし、かつずっとそんなことを考えているんだが、あまりいいアイデアが浮かばなくてね。なるほど。私に何かできそうなことってありますか？いつもお世話になっていますし、私も協力できますよ。いいのか？それなら何かきっかけになるようなものを持ってきてくれないか？ちょっと曖昧すぎてよくわからないんですけど。そうだな、今はあまり見かけないようなものがいいかもしれない。というと？金属や硬い木材、鉱石、宝石といった感じで、武器に使えそうな素材はいろいろあるんだが、中には昔は手に入ったのに今はもうほとんど見かけないという素材がいくつもある。そうなんですか。でもどうしてそんなことに？さあな、理由はいろいろあるだろうけど、一番大きな理由はおそらく単に希少だったからだろう。なるほど。そういう古くて希少な素材を見つけたら持ってきてほしい。難しそうですね。何か見つかったらでいいんだ。俺は俺でもうちょっと考えてみるから、頼むよ。わかりました。何か探してみよう。ロジーさん、ロジーさん。やあ、ソフィー。この前頼まれていたきっかけになりそうなもの持ってきました。本当か？見せてくれ。じゃーん、これです。こんなのでどうですか？これは、おお、確かにこれは探していた素材の一つだ。新しい武器のイメージが湧いてきそうだ。そうですか、よかった。助かったよ、ソフィー。早速こいつを使って新しい武器を作ってみよう。やった、お願いしますね。ロジーさん、ロジーさん。やあ、ソフィー。またきっかけになりそうな素材を持ってきました。見てみてください。本当か？見せてくれ。じゃーん、これです。こんなのでどうですか？これは、おお、確かにいつも探していた素材の一つだ。新しい武器のイメージが湧いてきそうだ。やった、よかった。毎度毎度助かるよ、ソフィー。早速こいつを使ってまた新しい武器を作ってみよう。お願いしますね。ロジーさん、ロジーさん。やあ、ソフィー。またきっかけになりそうな素材を持ってきました。見てみてください。本当か？見せてくれ。じゃーん、これです。こんなのでどうですか？これは、おお、確かにいつも探していた素材の一つだ。新しい武器のイメージが湧いてきそうだ。やった、よかった。毎度毎度助かるよ、ソフィー。早速こいつを使ってまた新しい武器を作ってみよう。お願いしますね。ロジーさん、ロジーさん。やあ、ソフィー。またきっかけになりそうな素材を持ってきました。見てみてください。本当か？見せてくれ。じゃーん、これです。こんなのでどうですか？これは、おお、確かにいつも探していた素材の一つだ。新しい武器のイメージが湧いてきそうだ。やった、よかった。
毎度毎度助かるよソフィー。早速こいつを使ってまた新しい武器を作ってみよう。お願いしますね。